はい、どうも肉痛と申します。前回スーパーカップケーキチャレンジハードモード、これをクリアしたわけなんですけども、今日どうしよっかな。ちょ、一回ショップ覗いていい？チャレンジってあるよね。アンロックスハイパーモードチャレンジ This challenge will multiply your source by かける2ん？アンロックスフラッシュライトモードフラッシュライト、ロンガーナイツ、あーロンガーナイツちょっとやってみたいかも。オキシゲンチャレンジモード、アンロックさレスオキシゲン、へえ、ロングナイツ買うわ。で、じゃあこれ買おっか。これとロングナイツ買って、どうやってやんだろう。エクストラーズ、あった、ハイパーモード、あ、書いてありますね。これ読みましょう。いやだから一番難しいモードってオール20にした上でチャレンジーズを全部オンにするってことでしょ。そりゃこのゲーム世界で3番目に難しい FNAF ゲームって言われるわけだ。全てのキャラクターがさらに致命的になり対処が困難になります。やーべ、警告、完全に狂気の沙汰になる可能性があり、より困難な夜を本当に困難にする可能性があります。困難が困難するらしい。名探偵困難くんだね。1時間の長さが30秒ずつ長くなります。あー、FNAF1 仕様、エナード戦仕様だね。待って、1個思いついた。エナード戦といえば。わかった。エナードナイツ。真のエナードナイツをやろう。お前20で。本来だったら、これだけだった。けど、どうしよっかな。誰を追加するか。1万点にしたいよね。いや、1万点むずいか。ちょっと一回点数稼ぎでここ入れるわ。あ、って思ったけど、そうだ、ポイントが 1.5 倍になってるから4500この時点で。え、何体で1万になる？あー、まあ、こんくらいで1万超えるのか。まあ、1万超すようにしたいね。で、カメラを、これだと使わないってことになっちゃうから、ファンタイムフォクシー行きましょう。満を持して登場。で、ハラハラするから、お前レベル1で入れとく。あとなんだろうな、バローラでもドア閉めだから、エレクトロバブどう？お、これいいじゃん。で、お前も入れよ。まあ、ただ、マックスでいっか。この、真のエナードナイトどう？これでいきましょう。カメラを見つつ、ファンタイムフレディ、エレクトロバブに気をつけて、妨害をくぐり抜けて、クリア。で、しかも、これ、ロングナイトだからね。忘れないで、いきます。あ、ロンガーナイトって書いてある。あ、待てよ。イエンドいないからカメラ見放題。危ね、サプライズ右。電力気をつけろ。カメラ気をつけろ。右行った。エナードはまだ来ない。プーじゃない。開けちゃった、ごめん。寸前で開けちゃった。ちょ、バッテリー持たせようと思って。一瞬だけ閉めようと思ったら一瞬だけ開けちゃったね。エナード寸前だよね、これ見てよかった。あー、近かった。エナード寸前じゃないのか今。あー、見た時にもう寸前で開けちゃったんだ。あー、本当だったらこれで終わってるじゃん。厳しいね、この長い夜は。ブワンブワン、こいつマジ UCN にいなくてよかった。だっていたらもうずーっとこれを一晩中聞かされてるってことでしょ。やべ、やっちゃった。これ無理だ。終わってるマジこれ。うわ、オールドマンコンセクエンシーズの本気が見れたな。間違えた、お前じゃねえよ。あー、これ確実に焦ってる。引きずるわこのミス。右な、うるさくね。エナード閉めんな。
ボタンいらなくね、このゲーム。ドアのボタン邪魔、押しちゃうから、ボネットのせいで。おい、オールドマン怖え。あー、顔出したね、フォクシー。帰った。右。また正面か。正面。帰ったね。さっきこれで帰ってないことあったから。いや、待ってね。エレクトロバブにチューチューされたからな。左。最後の方はフォクシー運ゲーにするか。フォクシーにカメラ使うのをやめる。右。いいね、フォクシーの牽制上手。マウス操作100点。記憶力72点。右。あっぶねえ、 OMC。 バッテリーガチギリギリ。うーな、返せ。両方左。今の開けてたら死んでました。カメラ性能いいな、シスロケ。何、移動しないだと。右。アップね。左。電力ゲージがもうカウントダウンみたいなもんか。タイマーみたいなもんだな。正面、レナード。第一段階。第二段階。4時。いけるぜ。右。4時あと3分かって思ってる自分がいる。ゼロフレームフリップってダメかな。ダメだよな。やろうと思えばこうやってできるんだよね。ほら、 100% やらないけど。今ちょっとケアしたの分かったかな。分かんない。これはやってる人にしか分かんないか。ワンタイムフレディどっちにいるか分かんなかったから、ちょっと長めにカメラ見たんだよな。 0.2 秒。誰がわかるか。オッケー。
きっしょあいつ。あーきっしょマジでお前。まだ7時半じゃないのかよ。アフトンはもういない。5時あと1分半。手汗がすごい。一応確認。怖い。今余裕あるからバッテリーは。ゆっくり行けば絶対勝てる。エナ右、エナ左、フレ左。両方いない。フォクシーは若干頻度下げてます。見る頻度を。多分走ってこないから。あ、一回も走ってきてないよこれ。おそらくバッテリーが 6% 残るから。エナード。やーたたーたー、めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる、めっちゃ走ってる。この人走ってます、この人走ってます。鼻押せません。そうね、あの身体的な疲労がすごい。めっちゃ左手痛い。もう今日このゲームできねえわ。あー、はい、こわ。意外とバッテリー残ったの 12% ちょうどか。ふぅ、疲れた。ということで、真のエナード戦でした。いや、皆さんもね、これよかったらやってみてください。エナードを基軸とした他のキャラを入れてカスタムナイト。いや、これおもろいわ。お前、やっぱ AI レベル1でも強えな。多分だけど、このゲームは一夜に一回絶対に襲ってくるっていう仕様になってる。UCN は違うんだけど。で、しかも、序盤の1時とか3時とかは襲ってこないっぽいから、非常に集中した一夜を送れました。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。